はいどうも、ウルです。今回もポケモンやっていきたいと思います。はい、前回の続きですね。で、どうしよう、どこ行ったらいいんだろう。ここかな。あ、おっとっとっと、トレーナーズスクールに確か、あ、いたね。はい、ワッサン。お、ウル、お前も勉強か。俺なんか黒板に書かれていることバッチリ覚えたぜ。自分の大事なポケモンを傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。で、ウル、何しに来たんだよ。え、渡すものがある？お届け物を渡します。お母さんから預かってたやつですね。なんだこれ。やった、タウンマップって2つも入ってる？2つあってもな。いや、ウル、これやるよ。ありがとうございます。これはタウンマップ地図ですね。タウンマップで見る限り次は黒金シティかな。あそこにはポケモンジムもあるし、捕まえたばかりのポケモンを育てるのにぴったりだぜ。ということで、俺の最強トレーナーへの道が始まるのであった。じゃあな。行っちゃいましたね。確か、こいつを倒すと目覚めるパワーがもらえたはずです。はい。ケイシーいいなぁ。ケイシー好きなんすよね。このテレポートでさ、逃げる感じがさ、なんか特別なポケモンって感じしますよね。じゃあ、ヒノコ撃ちます。ほい。割と硬いな。うわぁ。なんの、あ、オッケーオッケー。効果抜群ではないですね。じゃあ、もう一回ヒノコ打って倒します。オッケー。おお、めっちゃ上がったやん。ナオトに勝ちました。120円もしっかり奪っていく。そうだね。こっちもかな？はい。こっちもケイシーの目覚めるパワーの人かな。もういい。やっぱケイシーだね。行きましょう。ヒノコ打ちます。いえ、おっ、あぶね。で、ヒノコ打ちます。はい、いいね。めっちゃもらえるな。よし、お、こいつがもらえるのか。やったね。目覚めるパワーってすごい重宝されてるものならしいですね。まあ、僕はちょっとあんまりわからないんですけど。じゃあ一旦回復してきます。はい、回復してきました。じゃあ進んでいきましょう。お、おや、あなたポケモントレーナーなのにポケッチを持ってない。ポケモンウォッチ縮めたポケッチ、それにしても珍しいね。おじさんね、ポケッチ作ってるんだよ。それで、ポケッチのキャンペーンしてるよ。コドブキシティにいる3人のピエロを探し出してね。そうすれば君にもポケッチプレゼントします。どこにいるんだっけ？ここに一人いるよね。あ、いたいたいた。はい、ポケッチキャンペーンです。では早速クイズを。ポケモンに道具を戻せることができる？できますよ。ピンポン、正解です。ポケモンは一つだけ道具を持つことができます。道具の種類によって持つだけで効果が現れたり、木の実のように戦っている時にポケモンが勝手に食べたりします。では、このポケッチの引換券をどうぞ。3？ いきなり3もらっちゃった。他にどこいんだっけ？あ、いた。はい、ポケッチキャンペーンです。では、早速クイズを番。ポケモンだけでなく、ポケモンの技にもタイプがある？はい。ピンポン、正解です。
ポケモンのタイプと技のタイプが同じだと威力が高まるのです。ではこのポケットに機械剣をどうぞ。機械剣に。順番おかしくない？普通こう取っていくよね。最後の一人どこにいるんだろう。いたわ。はい、ポケチキャンペーンです。では早速クイズをば。ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、ああいいね、そうだね。ありがとうございます。じゃあこのおじさんに話しかけよう。機械剣を数えるよ。ではポケッチを使って1枚2枚3枚お見事だね。では機械剣をもらって、あなたにはポケモンバッチ縮めたポケッチをどうぞ。もらいました。これですね、下に出てるこれ。ポケッチにアプリを追加するとできることが増えていくよ。じゃあポケッチをタッチしてみて。ん？今からか。大体いつも僕これにしてますね。はい、こんな感じですね。じゃあまたこちらの画面でいきましょう。はい、どうしようかな。ファミチキ前にして育てようかな。ここはスボミーがいるとこですよね。あ、モンスターボールあったな今。ここでファミチキのレベルを上げましょう。ファミチキは、あー全然覚えてない。体当たりしかないな。倒せるこれ。よえー、やばいやばい、これ勝てなくない？あ、でも今一つだから。いやでもさ、回復されんじゃん。水遊びとかしてくれない？え、ちょ、強い。待って、スボミ強くない？いやー、スボミ強いよ。倒せ。ね、倒せないけど。削り削れ。やめて、吸い取る以外。いいね。何上がんの？特防上がってくれ。特攻か。やばい。ずっと成長してて。お願い。いいね。次で倒せそう。いいね。これ勝ったんじゃない？ファミチキ頑張ってんな。いけ。なんで？やばい。ここ外したのでかい。やばい。耐えろ。ここで決めるしかねえ。いけ！ファミチキー！ファミチキー！これファミチキ死んだ？耐えて。お願い。耐えて。どうぶれー！もうこれ変えましょう。ファミチキよく頑張った。あとはうんこまに任せましょう。小学生の時にさ、トイレお腹痛くて入った人さ、なんでうんこまんって呼ばれちゃうんだろうね。バナナマンのさ、芸人のバナナマンのネタであったんだけど、体の中にずっとうんこ溜めてる方がうんこまんっていうネタあるんだけど、確かにその通りだよね。おっと、よく頑張った。泣き直し。じゃあ、ちょっと、ファミチキ、育ててきますかね。あれ。ちょっとファミチキ育てましょう。まあ、一旦このトレーナーたち倒しましょう。
すぼみかな。すぼみ使ってきそうじゃん。ビッパ。うわ、レベル高っ。ファミチキじゃ荷が重いよ。頑張れ。うわ、ずっと泣いててほしいな。いけ、いいね。急所でかい。このビッパーを倒せ。うわあ。強い。変えよう。変えましょう。まあ、変えても経験値は入るんで。まあ、火の粉で粉砕しましょう。はい。次何のポケモン捕まえようかな。いいね。おお、でかい。じゃあこいつも倒しましょう。はい。うわ、ポケモン2体持ってんじゃん。コイキング、コイキング、コイキングは勝てるよ、ファミチキで。電光石火、完全に体当たりの上位互換ですね。水タイプはコイキングにしよっかな。ダイヤモンドパールはさ、カラカラって捕まえれないのかな。それか、うつどんか、つぼつぼ捕まえれるんなら置いておきたいな。いや、これで勝ちです。はい。経験値いくらもらえるんだろう。いいね、ファミチキ。ファミチキいつぐらいに進化するんだろう。うわ、ムックル対決か。うわ、こっちの方がレベル高いけど HP がな。強っ、強っ。でも攻撃下がったところでだよ。はい。つえー、つえー。うわ。いいね。じゃあここで何のポケモンが出るか。あ、そこにも取れないな。見ましょうか。スモミーだけかな。はい、じゃあこのトレーナーとも戦っていきましょう。ストーリーの進行おっそ。僕、ここはズバットが出るとこですよね。ズバット以外何が出るんだろう。お、ズバット以外何か出るかな。コダック出るんだっけ、ここ。ズバットか。ズバットもいいよね、見た目。僕さ、ここのズバットが使ってくる吸血で、吸血っていう言葉を覚えました。超音波。結構強くない？超音波覚えてるって。このレベル5の割には。いやーん！きっついきっつい。頼む。ファミチキ。うわぁ。うわ、結構食らう。いや、バカだなぁ。ちょっと超音波しか覚えてないの？いや、もうそろそろ。
バカ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 。死ぬ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 。うわ、ここで吸血してくるあたりお前。やめて。あぶねえ。弱いな。じゃ。まだ混乱してんの。あぶねえ、マジで。次自分攻撃してたら死んでたんじゃない？ファミチキのレベルも上がってってますね。じゃあちょっと回復してきます。はい、回復してきました。じゃあ次どこ行けばいいんだろう。どう行くのかな。こっち？ん？どっちだ？左かな。左っぽいね。じゃあ左行きましょう。なんかここだっけ、ボロの釣り竿くれる人。あ、くれね。あ、待って、ごめんごめん、違う違う違う。ありがとう。これでコイキングが釣れるようになったね。もうコイキングってなんかありきたりな感じするよね。ここはボロの釣り竿をくれるっていうところか。じゃあ右かな。右行きましょう。こっち行ける？お、行けるんだ。お、ライバルだ。戦うのかな？お、来ました。戦っていきましょう。この2体か。何捕まえたんだろう。ムックル。一緒じゃん。じゃあムックル対決ですね。でもね、うちのファミチキは、ワッサンとは違うんですよ。さっき覚えた技があるんです。いきます。その技は、これだ！え、相手、あ、電光石火ね。オッケーオッケーオッケー。いきます。翼で撃つ！つえー！うおー！強い！ちゃんと覚えたんですよ、翼で撃つ。強い。ファミチキが結構戦力になってる。ポッチャマももうファミチキでいけんじゃない？かわいいな。レベル9か。翼で撃つ。うわ、硬えな。うわ、嫌だな。翼で撃つ。アタック？ん？泡とか覚えてないのかな？どんどん撃ってけ。次で死ぬかな？うわ、ちょっときついな。いけ。うわ、ギリギリ耐えてる。耐える？救助やめて。あぶねえ。じゃあ電光石火で倒しましょう。回復使ってこないんだね。回復使ってくるのはジムリーダーだけだっけ。はい、これでファミチキとウンコマのレベルが一緒になりましたね。はい。うわぁ、負けたのかよ。だけど俺が負けるのはこれが最後だからな。なんだって俺は世界で一番強いポケモントレーナーになるからな。よし、まずは黒金のポケモンジムに挑戦だな。鍛えまくるぜ。いっちゃいましたね。はい、ちょっと充電がなくなってきてたんで充電しました。で、ちょっとファミチキの HP がやばいから、うんこまで行きましょう。上は、何出んだろう、ここは。はい。じゃあ、こいつと戦っていきましょう。はい、倒しました。どうしよっかな。見たことあるポケモンの時はカットしていこうかな。新しいポケモンが来た時だけ、じゃあ、カットしないで、行きます。
ってるわい。じゃあここのモンスターボールも取りましょう。はい、モンスターボール、普通にモンスターボール買い、行きましょう。こいつはなんだろう。お、初だ。コロボウシか。ここコロボウシ出んだね。コロボウシって言えば我慢のイメージだな。まあ、でも火の粉で粉砕できますね。もう焼き殺します。一発かな？ごめんね。初登場で悪いけど。すいません。お、ギリギリレベル上がんない。こんな感じで見たことないポケモンだけカットしないでいきます。はい。倒しました。めっちゃいいな、トレーナー。お、ワンリキーだ。ここでワンリキーか。出るんだね、ワンリキー、ここで。イノコで倒せるかな。でね、今日ちょっと雑談したいことがあって、今日何日かわかります？今日何日かわかりますんじゃない。今日何の日かわかります？今日4月8なんですけど、進撃の巨人最終回の1日前なんですよ。で、12時回ったら、最新話で最終回あるんですよ。僕一番漫画で進撃の巨人が、まあ、好きなんですよ。まあ、一番ジョジョか進撃かって感じなんですけど、めちゃめちゃ楽しみで、もうネタバレ極力見ないように頑張ってるんですけど、本誌で追ってるんですけど、はい。もう本当にそれが楽しみで、早く見たいんですよね。それのおかげで一日今日頑張れてますね。うわぁ、どうなるんですかね。本当に気になるわ。皆さん見てるかな、進撃の巨人。めちゃめちゃ面白いんで、ぜひ見てほしいですね。はい、じゃあもうトレーナーは全部倒したかな。ミスター、あぶね、もういないかな。なんかあっちにあるな。あれ取りに行きましょう。お、ケイシーだ。いやでもすぐテレポートするからな。火の粉で倒せるかな、こいつ。あ、倒せる。こいつテレポートしか覚えてないからさ。うわ、倒せないし。うわ、こうやって逃げるんですよね。これが、ちっちゃい頃の僕にはめっちゃ特別のモンスターに見えて、本当に欲しくて、何回も何回も、モンスターボール、HP 削れないんで、やってましたね。なんで、昔はケイシーめちゃめちゃ好きでしたね。最近はあんまりなんですけど。まあ、思い入れのあるカードでありますね。カードじゃない、ポケモンでありますね。はい。お、何？何くれた？あ、岩砕きね。あー、倒さないと使えないんだね。オッケー。ここは何出てくるんだろう。じゃあこっちもあのジムを倒してから通れるようになるよってことだね。はい、じゃあ進んでいきましょう。めっちゃトレーナーいんな。
何使ってくんだろう、ここは。そろそろジムじゃないわ。黒金シティ、着くかな。コリンクか。じゃあ、ここもカットかな。はい。これは新しいポケモンかな。石つぶてとかさ、ここら辺で出ないのかな。石つぶてもすごい好きなんですよ。初めてゲットした、色違いのポケモンが石つぶてで、なんかたまたまやってたら金色の石つぶて出て、それでもう、使ってましたね。色違いっていうことが分かってなかったんですけど、その当時は。でもね、石つぶても捕まえたいんですけど、イワークも好きで捕まえたいんですよ。この黒金石で捕まえれるんですけど、交換する相手がいないから進化できないんですよね。どんどんレベル上がってます。ファミチキとまたレベル差がついちゃったな。あ、コダックいいんじゃん。ここコダック出んのかな？じゃあ。コダックも好きっすよね。好きなんですよね。ポケモンの、作ってる、増田さんが、コダックが一番好きなポケモンらしくて、わかりますよ。コダックめっちゃ可愛いっすよね。ゴルダックになったらあんまり好きじゃないっすね。コダックが好きです。効果今一つなのに結構効くな。あ、すいません。これで倒せるね。オッケー。行きましょう。サチコ。お、来た。来た。うわ、パート2にして。早っ。でも割とすぐ進化するよね。御三家。やったー、儲かざるようになった。マッハパンチとか覚えるんじゃない？あ、本当にマッハパンチ覚えるし。忘れさせます。まあ、睨みつけるいらないかな。え、もう、格闘タイプ入ったのかな？うわ、やった。嬉しい。つきました。黒金シティ。うん。あ、ありがとう。じゃあちょっとモーカザルを試しに使ってみて。お、モッソンいいんじゃん。ちょっと、戦いになったら嫌だから一旦回復しますね。はい、じゃあ話しかけます。ん？なんだ、ウーカヤ今頃来たのか？相変わらず遅いぞ。遅すぎて話にならないぜ。だってジムリーダーいないぜ。なんだっけ、そうだ。黒金炭鉱に行くってさ。まあ、俺はジムバッジを手に入れたからいいんだけど。手に入れたんかい。じゃあ、黒金炭鉱だっけに行こうかな。こっちですよね。ここに行くついでに、そこにいるポケモンで、モーカザルを使ってみましょう。ここ、イワーク出るんですよね。さあ、出てくるかな。あ、出てきた。誰が来るでしょう。あ、石つぶてか。まあいいや。これでじゃあ、ちょっと試しに使ってみよう。いいね。勇ましくなってんじゃん。じゃあマッハパンチ打ってみましょう。マッハパンチ。もう強い。あ、頑丈じゃないんだ、石つぶて。マッハパンチってあれですよね。絶対先行取れるやつですよね。いや、強いね。普通に。うん。じゃあ今回はこんな感じですかね。次回はジムリーダーに挑戦って感じで。はい。じゃあ、また、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。